皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は獣事変の7話でございます。化け狐を信じたらダメやでということを頭にインプットして見ていきましょう。 Let's go。 おっしゃんっていうの車やな。そうだったんか。なんだかんだ楽しんでるじゃないか。そうやな。シキ、おめでとう。両親に会える。そういうことだったんや。別に会えるわけじゃない。足取りがつかめるかもってだけ。両親は消えちゃったのか。どうでもいいって言ってたのに、心変わりでもあったのか。ニヤニヤすんな。本当は全然どうでもよくなんかなかったんだ。きつい現実が待ってた。どうしようってずっと逃げてた。でももう平気だ。平気なんや。友達もいるから。これあいつらには言うなよ。はーいって言ってしまったし、みたいな。わお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 パパパパ、あれ。わお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 。Okay, one more time.わー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 、パタタタタタタン、パン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 。あれ、下には可愛いモフモフがいる。お、モフモフ、俺の獣。よ、え、逃げちゃうの。あ、どっか行っちゃうの？どっか行っちゃうのか？かわいいの。おー、あった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 。あ、プリン。あ、でもどっか行ってるんじゃなくて、ここにいるんだね。あ、どうだ？どうだ？あお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 、あお、ナイスタイミング。これから行くとこって四季の生まれたとこなんでしょ。そうやな。おじさんと落ち合うって。おじさんなんや。神さんとこ来る前はおじさんと町に住んでた。なるほどな。母親とこの辺りに住んでた。お父さんはおらへんかったかな。いろいろある。そうやな、ちょっと箱根っぽいね。どう考えても箱根っすね。どれにしよう。大土産買う気かよ。なにこれ、西雲、西雲。あ、お前の話や。昔々あるところにシゲという貧しい青年がおりました。おっと、シゲが仕事から帰ると雲が言い張ったな。米や大体や雲に。美人やった。へえ。売ったんや。どこにでもある話だよ。お前のご先祖の話じゃねえのか。お、なんか目つき悪そうな。お前のあれじゃない？親戚とかじゃないの？雲話。子供にめっちゃ見られた。ね。意外。シキって子供に好かれないタイプだと思ってた。ダメ。おっと、おじさんですか？シキ、ちょうどそこで立丸先生に会った。立丸先生。おお、こんな中爽やかなタイプなんだ。向こうへ行ったからなかなか連絡くれないから。冷たい。でもご、え、聞こえる。しきって、お母さんの声？立
お、あんたが描いたんかな、あの雲。すごい。ほんの端くれだよ。あとおじさんは人間だけど、俺たち獣のこと知ってる。おお。え、パパが人間でお母さんが雲なんや。君たちは四季の友達？ただの仕事仲間。はあ、何そのイグさん。よく言う。犬神さん、ちょっと黙って。カバネ君、後で四季の分のおやつ全部食べちゃおう。はあ、いや晴天の霹靂だな。あの四季がこんなに穏やかになるなんて。四季はどんな子供だった。これが穏やかなんやな。そりゃもう手に負えないくらいやんちゃだったよ。喧嘩ばっかりで。犬神さんに預けて正解。おじさん、そういう話しに来たんじゃねえんだよ、こっちは。おいおいおい。ごめんごめん。君のお母さんの話だったね。当時、学生だった僕は、禁止号の伝承について調べていた兄にくっついて。キングモじゃなくて禁止号ね。オッケー。伝承、錦雲伝説だよ。あ、錦雲、合ってたよ。あの昔話、あれって作り話じゃん。昔話というのは民族資料の一つでね、人々の生活の中から生まれたものが多い。錦雲伝説にも元になった何かがあるんじゃ。そう思って僕と兄は森に入り、雲に会ってしまったよな。君のお母さんに出会った。ここまではそれと、それとラブラブしちゃってできたの。カズソ、あ、雲の糸がありますね。でもお母さんと一緒に住んでたとか言ったよね。強い顔をしてたから。そっか。あ、シキ、何お前らだけでアイス食ってんだよ。俺も食おう。え、そんなすぐに来ちゃう。え、そう？そんな心機くせえ面しなくていいよ。ぶっちゃけそんな気してたしさ。言うほどショックじゃねえんだわ、マジで。おじさんが言ってたよ。君のお父さんは、君がまだお母さんのお腹にいるとき、お母さんは君が5歳のときに病気で亡くなった。マジで？トラウマを抱えるようになったのは、お母さんの亡骸を直視したためだろう。本当にすまない。どうしても言い出せなくて。そういうことか。でも5歳まで肩の荷が降りたっていうか。森でお母さんと一緒に住んでた。ありがとう、犬神さん。なんかいろいろ不自然やな。お前の両親は見つかるといいな。な、四季、何からしくない。ね、やけに明るい。不自然だと無理してるようにも。しー、ダメだよカバネ君、本当のこと言っちゃ。四季、精一杯強がってるんだから。本当は涙も我慢してるんだよ。知らんぷりしてあげなきゃ。そうなんか。そうだよ。やはり。まあまあまあ。四季、建物さそう。ああ、河原に置いてきた。一人になりたいって。なんか泣きそうな面してたし。そう。ちょっと怪しいよね。なんかちょっとこれで話が終わるような気はしない。なんでお前いつもそんなそんな感じなんだよ。お、来た犬神さん。おう。言ってくださいよって今ここ皆さんしかいないんですね。いや、隠さなくてもいいか。キツネ、化けキツネなんだよ。耳も尾も消せない。キツネの中でもゲノゲノものですから。ゲノゲノ、とてもそんな風には見えなかったね。なかなか強そうだ。
この男なんかいろいろなんですよね。バケギツネ信じたらダメやで。ずっとお母さんの声が聞こえるんだよね。行っちゃう？あ、猫の毛が口に入った。こいつよう知ってるわ。別にだよね。お前バケギツネのこと気にしたらダメやね。さて、ここに来てくれた本当の目的は何だろう。あのキツネ、やばい木だよね。お化けのキーで右行っちゃうんだ。あらら、化けギツネは利用してんの？まあ、どっちみちついてくるよね、勝手に。これ、お猿な。どうだろうか。自分の家族がいるところなんでしょうね。Oh shit. いつの間にかもう。かわいい。仕事ってなんだよ。おじいちゃん、おじいちゃんのところで仕事するってどういうことや。何があったのか。それは嘘なんだろうなって。お母さんがどうしたの？死闘食ってたのか？え？何？やべえな。おお、産ませてたの？そういえば過去の報告書に気になる獣事件があったな。おじちゃんが産ませていたの？かつて人間たちの市場にあるものが出回ったんです。売ってたの？治癒する意図、失われた細胞をつなぎ合わせ臓器までも織り出す。明らかに力を超えたものでした。しかし純粋な獣の力でもない、何か人為的な力が加わったものと考えられます。お前よしてるわ。稲荷様はこれを公になる前に握りつぶしましたが、ある人間をブラックリストに指定しました。ある人間？おじさんなんだろうな。
お母さんまでいて、もしかしたらお兄さんってやつが存在してなくて、お父さんが本当は存在してないとか、でお母さんどうなった？ほんまに何なん？でもひどい怪我なんだ。人間の医者に見せるわけにはいかない。回復には時間がかかるだろう。君と離れ離れになるかもしれない。ほうほうほう。おじさんがきっと何とかするから。我慢できるかい？うん。うん。俺、何だって我慢するから。おじさん、母ちゃんを助けて。ああ、必ず。マジ母ちゃん何されてたのか。母ちゃんもう治った？もう少しかかるかな。ずっと合わせないんだな。もうしばらく。母ちゃん。いつからか聞くのをやめた。おじさんが嘘をついていることはなんとなく感じていた。でも詮索はしなかった。嫌な現実が待っていたらと思うと聞くのが怖かった。俺は真実と向き合うことから逃げた。死んでるか子供捨ててバックレたかしかねえじゃん。そんなわけなかったんだ。ちょっとはっきり言って、あのシーンで何が起こってるのかは 100% 理解できるわけではないんだけど、お、話してくれ。もちろんいいですよ。助かります。事件発覚は1年ほど前、稲荷様はすぐに竹丸を始末するつもりだったそうですけど、犬神様に止められたそうです。止められたんや。ちょうどあの頃、四季、おじさんと分かったんや、あの時。その時にお母さんを、おじさんを許さない、まあ許さないだろう、うん、そうだ、止めるか、止めない、うん、好きにせえって感じだよね。人殺しが世間一般的にだいぶ悪いことなの分かってる。止められたいだけかよ。四季はあえてそれを選ぶんだ。俺にできることはある。逆に手伝おうと。まあね。それほどでも。それほどでもと。熱い友情、ぐちゃぐちゃにしたくなるな。アキラは反対するかもしれないけど。そういやあいつはどこ行った。ちょっとやばい状況にはなってるんでしょうね。なんかポケットに入ってますね。でもここに来るといろんなことを思い出すんですよ。四季のこと、兄のこと。兄って本当存在してたんかな。クミ。あれを売るために随分手を尽くされたそうですね。しかしできなかった。何者かの不思議な力に阻止され続けた。違いますか？だったんですか。あなたがずっと僕の邪魔をしていたんですか。ほら、思ったよりあっさりゲロったね。厳密
別にいや、俺の知り合いの女ですがね。稲荷さんね。わかるでしょう。あの糸がどれほど素晴らしいか。なのに、どうして。まあ、いろいろ訳ありですよね。お母さんどうなったんだよ。その出生だ。これすんごい気になるんだ。国と出会い、獣のことを知る過程で僕と兄はある結論にたどり着く。兄は存在してたんや。錦雲伝説は実話である。実話であるな。雲の獣、荒くねだと。でしょうね。その結論だけで満足していたようでしたが、僕は我慢できなかった。あの金の糸が欲しかった。兄が偶然森で足を滑らせて転落死しました。お前を殺したわけじゃないんだね。その時すでに組のお腹には四季がいました。で金の糸とか出たんかな。生まれたら赤ん坊の四季を抱えた組が僕のアパートを訪ねてきました。四季がインフルエンザにかかったのです。はいはいはい。親戚のこと言って四季を病院に連れて行きました。この時クミは四季を人間として育てなければならないと強く思ったようです。しかし獣のクミにはそれが…なるほどね。だから僕が提案したのです。俺がやるから。船の力を金に変えるための方法を。それで一生何不自由なく暮らせるだけの大金が手に入ると。あれを入れたんだな。でこれってなんだよ。突然変異で生まれた獣のようだったので。で何かと、それを人工的に作ることにしたので。バケキツネなのか以上わかんないんだけど。様々な生き物や獣。ああ、いろんな獣たちとエッチさせられたんだね結局。現場を四季に見られて面倒な思いもしましたが、その時は適当に嘘をついて組と引き離しましたよ。で、お母さんどうなったんだ、その後。組も壊れかけてしまったし。しかし、なんと失敗しても諦めずに続けた結果、僕たちは悲願を達成したのです。ほう。壊れたんです、奇跡の金の糸がついに。生産を安定させるのにさらに年月を重ね。マジ、組、かわいそう、お母さん。まあ、行かれた科学者みたいな話ね。まあ、殺すんかな。今まで世話になった恩とかなくはねえからよ。苦しまねえように殺してやるよ。わーお、興味深いっていうかダークな話やな。まったく、まあ1話もねかなり暗い話やと思ったんだけど、しきちゃんのお母さんマジ頑張る人やな。その後でもずっとずっとずっと何言われたんだろうな。おじさんマジマジ考えられないほどやばい。これかなり胸くそ悪い回だな。皆さんご視聴ありがとうございました。 Next time goodbye。 お気に、ちょっと